ャンネルスタート。やばいじゃないですかこれ。12月の中間報告になります。見てください。マイナス2250円、はい、回収率 49.5%、 5勝13敗、はい、と私がマイナス25900、はい、回収率 11.6%、はい、1勝10敗。1勝しかしてないですけど大丈夫ですか。やだね。私はもう敗因分かってるんで、うん、あの阪神ジュベナイルフィリーズに1万いったっていう、うん、で1円も戻ってこなかったから、うん、この金額まで膨らんじゃいました。いや俺範囲分かってないわ。しかもその今生配信やってるんで、あの、ね、私の方がかけてるの多いんですよ。毎日1日最低1レースはやってるんで、うん、なのにか。はい、そうでございますよ。いやでもなんかこんだけやってるんだから、まあ、今まで YouTube でもやってますけど、うん、もうちょっと勝率上げたいよね。いやもちろん。まああの先月に比べたら私は今調子いい方だなと思ってます。先月本当に散々だったんで。はいはい。じゃあですね、今日は、はい、園田11レース地鶏日本一の徳島阿波踊り、鳥、阿波踊りの漢字は鳥、はい、阿波踊り杯、はい、ビーチ、うん、ダート1400、はい、ババやや重、天候曇り、はい、をやっていくってことですよね。9頭です、はい、これをやりましょう。はい、何に行きましたか。はい、私はですねちょっといつもと違うかけ方で珍しく3連単を行きました。上でございます。1着に292着293着137っていうパターンと、1着が9、3着に2で2着に137っていうパターンですね。でまあ、あのオッズによって100円から400円かけてます。でトータルは1500円いっております。なるほど。はい、もう9が圧倒的人気なので、まあ1着か2着には来るだろうというところで組んでます。なるほど。はい、私はですね、はい、3連単9が2着パターンです。1279、はい、123478、3連単各100円。はいはいはい、はい、なんでかっつったらね、はい、一番人気の馬にね散々裏切られてきてるんで。そうね。なんで2着には来るだろうと、うん、そうね。3着以内には入るけど1着には来ないっていうね。そうパターンですよね。当たったらでかいですよ。でかいですね。やっぱ一番人気がね1着に来ないっていうだけで3連単だいぶ変わりますもんね、オッズがね。そうだから3連単9から頭でもそんな大したことないから、うんうん、そう。一番人気、私一番人気の3連単入れてるんですよ。972が一番人気なんですけど、うん、9点何倍ですもんね。ガミるじゃんそれ。ガミんな400円いってるから。あ、それ400円いってる。そうそうそう、オッズが低いのはちょっと高めにいってます。じゃあはい、そんな感じでこれ当てますよ。いや当てたいね。当てますよ。はい、じゃあ見てみましょうか。はい、お願いします。よし、スタート。いや、いい、いや、9いいじゃないですか。いっとりますよ。めちゃくちゃいい、うん、9めちゃくちゃいいですよ。いってますよ。わ、今スッと入り込んだの70、うまいね。9 5 8 1 2 7が前にいないと。え、ちょっと待って、 5?2 が後ろにいる。7もそんな、あ、7でもこっから上がってきそうな感じの走り方してるな。9か。これは9だな。うん、これは9だな。問題は7が、7と2が来てくれないことには。圧倒的やん。圧倒的ですね。もうすでに。もう第2軍とさ、第3軍が結構離れてない？うん。追いつくんだろうか、これは。2、あ、7が上がってきた。2がダメ説？1がすごい勢いで上がっていってるけど、6、3ダメ、あれ1上がってったね。9圧倒的すぎる、ね、伸び伸び走ってるね。もうえ、9むちゃくちゃ強いじゃん。圧倒的じゃん。1が来たね。で7か、2あかんね。7、4、9バテろ。
あ、2やっと、いや伸びないかな、2が伸びてくれないと困るんですけど。9ですか。2ちょっと、これ9ですね。2ちょっと大外分回しすぎだって。9ですね。2上がってきたよ。2上がってきたね。あ、9、2じゃない、これ。いや、でもね。9、1、ね。ああ当たったじゃん。当たってないよ。当たった、よかった、よかった、あーあーよかった、当たったじゃん。今2が2着にコントって思ってた。9、1に当たりました。おい、どうなんですか、やればできる。3連単の女も一等やればできる、一等じゃん。うえい、嬉しい。あー9強かったな。うわうわー、いいか、当たった、イエーイ、イエーイ。ちょっとあれ何倍になるかですよね、問題は。そうね、あと私が912にいくらぶっ込んでんのかっていうところ。いくらいったの、100円。912は待ってね、9、1、2、200円いってる。200円。うん、ちょっと見てみますね。うん、え、200円 ?200 円いってる。912。うん。ああ、ダメっすね。ダメ、うん、何倍 ?8 倍。ガミ、ちょいが、ちょい勝ち。100円勝ち？この時の、今もう何倍かわかんないけど。そっか。3連単の8倍って何よ。972に400円いってたから、912にもうちょっとベットしとけばよかったんだな。912で、うん、8.1倍。まあでも当たったじゃん。300円いっとけば勝てたってことか。6勝13敗、俺1勝11敗。マジでこうやって負けは積み重なっていく。うわうわあ、でもやっぱ3連単当たると嬉しいね、うん。まあでも100円勝ちでしょ、大したことないよ。うん、そうね、絞らない、もうちょっと絞って買わんとダメってことね、うん。でもまあ、うん、回収率はちょっと上がったんじゃない。下手したら 50% いったんじゃない。 0.5 ぐらいじゃない、上がったとして、うん。だって回収率 80% ぐらいでいい方なんでしょ。あ、そうなの。そうそうそう、回収率 80% が平均ぐらい。あ、じゃあまあ今半分いくかいかないかっていうところはまあ悪くないってこと、うん。これね、先月の私いや先月の私、こっから俺はもう巻き返さないと、うん。そうだね。今月の予定教えてくださいよ、競馬の。今月の予定はですね、この後ダラダラやんの、こうやって。はい、もうやだよ俺。え、何がどっか行くんすか。何、あ、行きますよ、うん。当たればですけど、当たれば有馬記念を予定してます。あ、行くの。はい、やっぱり最後の最後なんで、はいはい、あの有馬記念は行きたいなと思ってます、うん。で、まあ、今週の予定で言いますと、17日の日曜日に朝日杯フューチュリティステークスが行われます、ね、はい、はい。で、次の週がもう、次の週がもう有馬記念だよ、うん。やばくない、レコーディングもあるよ。そうで、今年最後の G1 と私の今年最後のレコーディングがダダかぶりっていう、うん、ホープフルステークス。レコーディング中またやんの。もちろんです。12月28日、はいはい、でございますね、はい。あとまあ細かいとこで G3 とかがあって、うん、あるんですよ。 G3、G2 があって、うん、やっぱりその G1 をずっと見てきたから今年ね、うん、結構 G3 に G1 が出てた馬とかが出てくるので、その辺あたりも結構かけたら美味しいんじゃないかなと思っております。なので土日は中央を攻めつつ、TikTok も、はい、TikTok もやりつつ、平日は地方を攻めていきましょう、はい。確定出ました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありましたね。この調子で勝っていけばいいんじゃないかなと思います。チャンネル登録よろしくね。